はい、マッチングしました。よろしくお願いします。ピーチサーキットが良かったけど、まあいいでしょう。ちょっと今回マシンをガラッと変えました。やっぱちょっとオリジナリティ出していこうと思って。あのなんかミニ四駆のサイクロマグラムみたいなやつにしたわ、これ。めかっこよくないこれ。見た目だけで言ったらもう、誰よりも勝ってると思うんですよ。だからそれが、ってか雨降ってんのこのコースって。雨なんかあったっけ初めて見たこんな要素。いきます。あの前のクソドンキーが詰まっとったな。ざまみろ。アイテム取らせてくれ、頼むから。もうだからほんと貝の争い合いが始まった瞬間俺マジブチ切れるからな、お前。あ、これ何、キノピオハイウェイかなんか違うわ。何これ、もともと雨降ってるコースなんかな、これ初めて見るわ。これ このコース初めて見んねんけど、何これ。もう、もう曲がりすぎてわけわからん。ボーリングやったら、ちょ待って、もう、カーブしにすぎじゃねえか。しにくすぎじゃないこれ。え、使いにくすぎんだけど。おわ、これで一周か。あ、ちょっとひどいわ。ひどい。ちょっとさすがにひどすぎる、これ、ね、これ。しかも曲がりにくすぎ、この、何このゴミ機体、もう二度と使わへんねんけど。え、いや、でもアイテムでゴリ寄せよ、俺。マジで。はい、マッチングしました。やっぱね、いろいろ見てたら思うんだけど、曲がりやすさとかっていうなんかステータスがやっぱあるみたいで、それがすごい大事やと、いう気がしたんで、ちょっと今回はいろんな、これ、バイク使ってみようかなと思います。はい、うわ、意外とイカちゃん、スパッツエロいな。これバイクとかが意外と曲がりやすさが高いんで、なんかそのバイク使う人の気持ちが分かってきたわ。いや、曲がりやすいんだろ、これ。ちょっと曲がってみますね。おー、あ、使いやすいかも。あ、使いやすいかも。で、今のコーナリングとか、このさ、バイクにしかできないコーナリングじゃん、だって。あ、使いやすいわ。超曲がりやすいんだけど、これ。どう、よし。来た。さあ、横に広げる。横に広げて。あ、クッパ、ちょっと、だから当たる。よし、ダブル。家族系欲しいけど、まあいいや。あ、このバイクめちゃめちゃいいやん。だからみんな使うの、これ。YouTuber の人たちって、特に。なんか、俺さ、この甲羅を後ろに打つのがマジできへんねんけど、最近。むしろ小学生、もう無理、ほんまに無理。だあ、人の気分を一気に返するゲームやのこのよ、ほんまに。意外だよ。もうだからさ、いや、結局最下位になって、あ、中途半端に走って努力するよりもね、とことん最後までだらけやって最後にキラー取った方がまだマシっていうね、そういうゲームなんで、これ正直。はいはい、来たー。はい、どけー、はい、どけー、ゴミー。はい、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 はい。虚しくなってくるわ、ほんま。自分なんか関係ないもんだって。何もしてへんやん。アイテム取って、ポーンって撃つだけやん、これ。クリボーどけ、お前。いや、でもこのコーナリングマジやりやすいな。いや、バイクいいぞ、これ。さあ、来い。来た。さあ、そしてスターを発動して、ダブルアイテム取って、来たー。あ
アイテムゲーという言われを見つ、もうだからそこでお前、ごめん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 、はい、マッチングしました。よろしくお願いします。なんかどの講座かちょっと見てなかった。やっぱね、でも期待がね、いかに大事かっていうのを改めて今日学んでいるわ。てか、バイクやっぱいい。このなんか、これ、なんか、郵便屋さんのバイクみたいな。はい、よろしくお願いします。まあ、かつて私もね、郵便局でね、短期のアルバイトしてたことがあったんですけどね、あの、配達だったんですけど、あの、自転車で配達してました。OK。ちょっとアイテム、もう外側のアイテムでいいから、よし。ほんま、ジョバーニまで取れるかどうか、ちょっと超大事なんやけど。で、ここも、まあ、前回だかなんだかで、あそこでジャンプス、なんかアクションしちゃうと、あの、曲がりきれずになんか、草の中入っちゃうみたいなのあったけど、このバイクやったら多分、そうならへんわ。うん、曲がりやすいもん。ウーベラン届かないな、多分これ。やべ。どいてもらおうか。ちょっと、これ当たったらマジ芝生よ、ほんとに。うん。この、ほら、このコントロールのしやすさ。わかります？うーれよ。よし。いや、もうだいぶもう手に馴染む。俺3回連続で何かしらに食らったらもうその瞬間にもう切断しようかな。やる気せんもん。はい、4つ全部取っ。まず1回目な。はい、セーフ。いやでもこうやって後ろでもうアイテムいっぱい回収して、でもう後半一気にもう盛り上げてもうなんか、盛り返すみたいな。来た。よし、これ取るぞ。取るぞ、ジャンプするぞ。はい。で、イカも使って、アイテムだから取らせてくれよ、そこだけはよ。いや、だから巣の速さで何とか6位上昇。なんかドリフトも気持ちかけやすい気がするわ、普通の機体より。うん、いや、これ多分後半強いぞ、マジで。ちょっと今ジャンプアクション見せた。ジャンプアクション見せました。よし、うわー、なんで俺が通った瞬間あそこ開くんだよ、マジ。嫌われてんのか、俺、あのゲートに。食うなよ。よし。あとはもう、あー、でもスターは抜けないか。抜けねえかー。まあ、でもなんか、手応えをいろいろ感じるレースだった。しかも、だって上位のやつみんなレート高えもん、これ。てか高くね、この部屋、よく見たら。7000とかおるやん。マッチングしていきました。さあ、ここさっきやらなかったっけ、ヨッシーアイランド？ちげえか。え、てか高い。なにこれ、平均5000ぐらいあるやん、ここ。いや、6000近くあるか。舐め腐っとんな、マジで。だそんな中で結果出せるようになってきたら、あ、ここか、ヨッシーハーバー？なんだここ。高劣化で結果出せるようになってきたら、いよいよ俺も本物かなと。結局だってさ、どんだけ、レースこなしてるからでしょ、結局は。うん。だって、このゲーム、レートが下がることってまずないじゃん。だ結局、だから実力的に買わないってことだよ、俺も。7000とか5000いってるやつと。危ねえ、結局当たるんかい、マジで。ほんまふざけんなよ。でも、このなんか、曲がりやすさがマジで、尋常じゃないよ。なんか食らって、そっから回復するときもなんか、細かい小刻みなそのカーブができるから。今ね、ダブル取ろうと思って、強引に使ったんですよ、3つとも。ふざけんな、マジで。ボムヘイとか置いてるやつ、ほんま、全員。今、10位か、俺。所詮、おめえらは、平日の昼間からマリアカーやってる暇人なんだからよ。お前黙って俺に抜かれとけや。な？
よし、うまい。うわ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 、お前そういう迷惑なことすんな、マジで。まあ、現実世界もそういうのやってんのな。火花散らしてさ。あ、来た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 、この辺も10年、なよ。ここでのキラーはすごいでかいのかなと思ったら、なんか前のやつもすごいキラーだもん。なんか萎えた。萎えたんだよ。あ、2連続キラー。何パーぐらいなんこれ。え、でもこんな、めっちゃ激戦区やん、ここ。来た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 、もう結局アイテムゲーですわ。今でもショートカットできたんだけど、確か。よしよしよし。うわー、もうきれい。お前聞こえるか、俺がこの、プロコンをカチカチする音が。あ、これさすがに曲がれねえか。さすがに曲がれねえな、今のは。ちょっと待って、嘘でしょ。俺最下位マジで嫌なんだけど。無理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 。最下位とかマジ無理。うわー。